君。委員長。川内でございます。田村大臣以下政府の皆様方にはよろしくお願いを申し上げます。また委員長理事の先生方に、お許しをいただいて発言する機会をいただきましたことに、特にこの新型コロナウイルス感染症の急激な拡大が心配される局面において発言をする機会をいただきましたことに、心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。まず、大臣ね、私はこの新型コロナウイルス感染症というのは人間の力でこう制御することができない、本当に人類史的な難しい問題であるという認識を持っております。でそういう中で今年は警察庁この前発表した自殺者の統計でもですね、大変な増加が見られるということで、本委員会でも何人かの先生が言及されてらっしゃるわけでございますが、今年10月特に女性の自殺者が851人、昨年10月の466人より385人、 82.6% 増と、8割も増えていると。もちろん男性も229人増えて、2割の増ということで、合計4割の増ということなんですけれども、この女性の特にこの自殺をされる方が急激に増えているという、この急増ですね、このような急増、急激な増加というのは、過去に事例があったのでしょうか。橋本社会援護局長。お答えいたします。過去の女性の自殺者の増加でございますが、警察庁の自殺統計によりますと、月別で男女別のデータがございます。平成20年以降で見てみますと、この平成20年以降、令和元年までのうちで、前年同月と比べて最も増加率が大きかったのは、平成23年5月の1099人、306人増で 38.6% の増ということでございました。これに対しまして、本年10月の女性の自殺者数は、先ほど委員ご指摘のように851名ということで、前年同月と比べて385人の増、率にして 82.6% の増ということでございまして、私どもとしては大変重く受け止めさせていただいております。川内宏君。過去例のない増加率であると、数字で丸めてしまうと、あれなんですけど、そのお一人お一人自殺される自ら命を絶つ方のお一人お一人のどんな気持ちだったんだろう、どういう考えだったんだろうということに思いを巡らすとですね、この急激な増加というものは政治や行政に携わるものとして放っておいては絶対ならないことだというふうに、これはみんなで認識共有できると思うんですね。で、配布資料の1ページ目にですね、厚労省からいただいた資料で、コロナ禍における自殺の動向に関する分析についてという資料があるんですけれども、1のところでは、本年の自殺の動向は例年とは明らかに異なると、特に女性の自殺者数の上昇が顕著と書いてあります。さらに7番ではですね、政府の各種支援策が自殺の増加を抑制している可能性というふうに書いてあります。この大臣、この女性の自殺者数の増加、急激な増加ですね、ちょっと異常な増加に対して、政府としてどのようにお取り組みになられるのかと、経済的支援等急務ではないかというふうに思いますが、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。田村厚生労働大臣。委員おっしゃられます通り、今年自殺者数がですね、特にこの、10月女性が非常に増えたということであります。で、今年数字見てますと、6月まではですね、
自殺者数は去年と比べて減っておりました。まあ、6月までで見ると多分900人以上を減っていたと思うわけですが、ということは逆に言うと緊急事態宣言解除された頃から自殺者の方々が自殺をされる方々が増え出したと、まあ、これどういうことなのかよく分析をまたしなきゃいけないんだと思います。ただやっぱり一方でその女性が増えているというのは委員がおっしゃられる通り経済的な理由もあるのではないかと、まあ、細かくは自殺の原因というのは我々も分析把握できておりませんけれども、やはり女性どちらかというと正規よりも非正規の雇用が多いという状況の中で、まあ非正規の中で、ある職種の中でやはりサービス業だとか飲食だとか多いわけですね。でそういうものがやはりコロナ禍もそして、まあ、コロナの緊急事態宣言が終わった後も今も非常に厳しい状況でありますから、まあ、そういうところに影響が出ていることは、まあ、推察はできます。ただ細かな分析ができておりませんのでまだ断言はできませんが、まあ、大きな去年と比べての状況の変化ということを考えるとそれも一つの要因になるのではないのかなというふうには推察いたします。川内博史君。まあ、そこでですね、この分析の7番の政府の各種支援策のところにですね、緊急小口資金総合支援資金等の政府の支援策がと書いてありますが、この等の中にはおそらくですね、ひとり親世帯への臨時特別給付金も入るのであろうというふうに思いますが、今年度の二次補正で1365億の予算で実施をされた低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、これは私は非常に良い施策で、今大臣がまさしくおっしゃった非正規雇用のひとり親家庭のシングルマザーの皆さんとかですね、ずいぶん支えられたのではないかと、支えているのではないかというふうに、想像いたしますが、で、この一両日、日本放送協会のニュースなどでもですね、そのシングルマザーの大変な厳しい生活の状況などがニュースにもなっております。で私たちはこの臨時給付金をですね、もう一度年末に向けて支給すべきであるということを大臣にお願いをしているわけでございますけれども、大臣の方からは累次にわたってですね、実態をよく把握して対応したいという旨のご答弁がありですね、この実態をよく把握して対応したいというのはどういう意味なんだろうと思って事務方の方に教えていただいたらですね、ジルピーティーに調査をさせますということなんですが、これから調査をさせるっていうんですよね、ジルピーティーに。これから調査して、うわ、大変だねと、実態が分かったと、じゃあそれからだと支給しましょうということになると、ものすごい時間かかっちゃうんですね。で、大臣のところには、さまざまなお声が届いております。この、一人親家庭のですね、所得状況や生活実態を今大臣としてどのように把握をされていらっしゃるのかということを教えていただきたいと思います。田村厚生労働大臣。まあ、コロナ禍以前も一人親世帯は非常に厳しい現状があります。特に、まあ、母子の場合はですね、平均しまして、例えばここにある資料ですと平均年収243万円で、就労の収入は200万円しかないわけですね。でこういう状況の中で、まあ、コロナ禍が起こったといいます、コロナの感染拡大が起こったということで、先ほど来お話ししております通り、まあ、本当は正規でついていた方が多ければこれは我々としてもですね一番ありがたいわけですが、残念ながら非正規の方々が多いという現状がある。これも改善していかなきゃならないというふうに思っておりますが、影響を受けておられるということでありまして、どういう状況なんだというので、
ジルピーティーの調査、これ8月の調査はあるんです。で、8月のジルピーティーの一人親世帯の調査ですと、実は例えば大いに影響があった、まあ、雇用や収入に大いにまたはある程度影響があった一人親世帯は 44.2% であります。一人親世帯以外は 40.6%、 それから、元々の月収と比較して収入がほぼ同じだった一人親世帯 66.5%、 それから一人親世帯以外は 70.4%、 まあ、両方と厳しいんですが、あまり差がない。でも差がないけれども、差がないというのが理屈にならないのは、元から収入が少ないんで、そこから減ってるわけですから、まあ、厳しいんだろうなというふうにこれでも推察をいたします。あといろんな民間団体からもですね、いろんなお声をいただいております。ただなかなか定性的なものはあるんですけれども、いくらだとかっていう測れるものが若干ないということもございまして、そこで私の方が、まあ、役所の方に指示をいたしました。で、 LINE を使ってなるべく早くやってもらいたいということでございますので、多分12月の初め頃には出てくるのではないかなというふうに思いますので、そういうようなものを総合的に判断をさせていただきながら対応策を練ってまいりたいというふうに思っております。川内博史君。まあ、12月頭までにはという調査の結果をまとめたいということでございますけれども、まあ、年内にですね、もう大臣が今まさしくおっしゃったように、もともと所得が低いと、でさらにこのコロナ禍で厳しい状況になっているというのが、一人親家庭の体操ではないかというふうに思います。大体、そうじゃないかなということはみんな分かっていると。ただそれを裏付ける数字をきちんと作らないと、まあ、行政としては施策を打てないんだよということであればですね、それはもう早急に調査を、ご調査をいただいてですね、何らか手当てをしていただくということを、お願いをしておきたいというふうに思います。私どもの党の方からはこれを法案にいたしましてね、来週月曜日にも出させていただいて、厚生労働省並びに政府のですね、行動をですね、しっかりとウォッチをさせていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。で、さらにこのコロナ禍の中においてですね、雇用調整助成金は非常に使い勝手のいい、使い勝手がいいというか、厚生労働省に使い勝手のいい仕組みを作っていただいて、大変利用をされているというふうに聞いております。ただ現状ですね、私が件数とか金額は分かるんだけれども、今現に何人の人に雇用調整助成金が支給されていますかと、人数をですねお聞きすると分かりませんと、それは今取ってないんですということなんですけれども、それでよろしいでしょうか。田村厚生労働大臣。雇用調整助成金はですね、新型コロナウイルス感染症にかかる、まあ、特例措置開始以降の、まあ、支給申請件数がですね、11月11日時点で186万件に上っております。事務の簡素化やいろんなことをやって、まあ、当初非常にですけどね、使い勝手が悪いだとかおっしゃられて、本当に我々もどうしようというんで、いろんな改善を、当時私与党のコロナ対策本部長だったもんですから、私も政府の方に要求をしながら順次、まあ、使いやすいようなものにしていき、途中でそのオンラインもやりだしたんですが、これまた止まっちゃうなんていう、そういうことが起こりまして、大変ご迷惑をおかけしましたけれども、今は多くの方々に支出いただいてます。で、私午前中一月1万件って間違ったことを言いまして、1日1万件今も申請があるんです。で、そういう意味では本当は、まあ、平時は申請者の数も把握してるんですが、ただ今もこういう時なので、早くお届けをしなきゃならないということで、もう届ける方にも全勢力を注いでおるということでございまして、本来は数を確保したい、確認したいんですが、それができていないということは大変申し訳ないんですけれども、どうか今こういう状況だということでご理解を賜れればというふうに思います。
はい、川内博史君。まあ、平時においては人数を把握をしておると、支給されている人数を把握していると。しかし今コロナ禍だから、要するに入力項目をですね減らしているわけですね。でただ私はこの菅内閣もですね、前政権である安倍内閣も雇用をしっかり守っていくんだということをおっしゃっていらっしゃるわけですが、雇用を守るというのは一人一人の人を守っていくということであろうというふうに思うんですけれども、そうすると雇用調整助成金で、しのいでいる方々の人数というのはですね、まあ、企業の中で、休業を余儀なくされて、まあ、雇調金で、しのいでいると、そういう人たちが今現時点において何人いるのかというのは非常に政策を立案していく上で重要な情報ではないかというふうに思います。したがってこれまでは人数入力項目にしてなかったけれども、と今後はですね、今後は人数も入力項目に、きちんとまた元に戻してですね、入力項目にして現に支給されている人数というものを把握をすべきだということを思うんですけれども、大臣、まあ、さっきはいや、もうちょっと今は大変なんだと、理解しろよとおっしゃったんですけど、今後、人数をですね、入力して、雇調金が何人ぐらいの人に支給されているのかというのを、政府として把握することは私は大事だと思うんですよ。それ、ご検討されませんか。田村厚生労働大臣。まあ、平時はカウントをしているわけでございますので、今、こういう状況なので、まあ、申し訳ございませんがという話をさせていただきました。支給件数がですね、落ち着いてくれば、それはやはり、まあ、本来はこれ、しっかりと確認できるようにするのが本来の姿でございますので、そういう形になってまいりましたら、ちゃんと確認できるようにしてまいりたいというふうに思っております。川内博史君。まあ、そこでですね、まあ、ハローワークの、まあ、システムの問題になるわけですけれどもね、配布資料の2ページに持ってまいりましたけれども、このハローワーク、まあ、厚生労働省全体でですね、毎年約3000億ですね、システム投資をされると。で、ハローワークシステムっていうのは、これはもう巨大なシステムで、配布資料の2ページに、出ておりますけれどもですね、ごめん、私に配布資料がちょっと申し訳ない申し訳ない巨大なシステムでございますね。これハローワークシステムの運営費にかかる契約についてとタイトルがついておりますが、これ厚生労働省さんに作っていただいた資料なんです。それで、これは厚生労働省が作った資料だよということでよろしいですね。田中職業安定局長。私どもが作成して、委員に提出させていただいた資料でございます。川内博史君。これ見ますと、平成30年度は、ハローワーク634億の事業費、令和元年度が780億の事業費で、総契約数が179件、平成30年度ですね。随意契約が29件で、そのうち落札率 98% 以上、ほぼまあ予定価格、ほぼ予定価格で契約したのが27件、一般競争入札のうち一社応札が140件、落札率 95% 以上の契約が68件で、複数入札、複数社入札がですね、10件しかないと、179件のうち。で、落札率 85% 未満が7件と、で、令和元年度もほぼ同様の傾向を示しておると、随意契約と一社応札、複数社入札は、まあ、ほとんどないということですね。それから3番見ていただきますとね、令和元年度の加工費レートと書いてありますが、この加工費レートとは何ぞやということですが、これは人件費です、人件費。エンジニアの時給というのが加工費レートですね。時給が9125円と書いてあります。時給が。1日に直すとですね、エンジニア1人の人件費が7万3000円。
月20日として146万という人件費が計上されるわけですね。だから政府はこれからデジタル庁をお作りになられるわけですけど、このシステムの問題っていうのは、積算の人件費をどう見るのかということと、それから契約をどう、入札をどう競争性を持たせていくのかということに、まあ、尽きて、いくわけですね。だから私ですね、田村大臣に、この、3000億のシステム投資、毎年厚労省のですね、政府全体では1兆3000億システム投資が毎年あるんですけれども、この複数社応札による競争入札の徹底、そして過大な人件費の見直しによってですね、相当な効率化ができるのではないかと、デジタル庁の前にですね、こういうことをちゃんとやらなきゃだめだというふうに思うんですが、一つ一つのですね、システム投資の契約について、厚労省として精査をし、そして、国民の皆さんにですね、今現在こういう状況でしたよということをしっかり、厚労省として、公表されるべきであるというふうに思いますが、大臣のお考えを教えてください。田村厚生労働大臣。適正な予算執行およびコスト削減、これはまあ重要なことだというふうに思います。調達方法ですね、厚生労働省に関して、これに関してはですね、競争性の阻害要因の有無を審査する仕組みということでですね、これは第三者的な外部有識者を委員とする公共調達委員会というものを設置しておりまして、一定の額以上のすべての調達については、調達実施前に調達内容の審査を実施いたしております。こういうところでしっかりと今、委員がおっしゃられたところようなところに関してもチェックを入れております。一方でですね、この一社応札が多いではないかというようなご意見もいただくわけでありますけれども、これ、なんで多いかっていうのを、ちょっとお聞きをしました。するとですね、これ、アンケートを出したんですが、すると、アンケートに対してお答えになられているのは、回収規模が大きく、事業者の負担から対応できる事業者が限られること、それから品質確保や要員確保が困難なこと。こういうようなですね、アンケートに対するお答えをいただいてます。で、私も自らのですね、経験から申し上げますと、やはり結構特殊な発注が多い、労働関係もそうなんですけれども、やれるところというのがあまりないということで、入札をした結果、結局不調に終わってるっていうような事案もあったわけでありまして、しかも、非常に緊急時にやらなきゃいけないものとなると、期間も限られてくると、そういう意味からすると、致し方がないところはあるんですが、ただ一方で、もうそうは言っておられませんので、調達スケジュールや仕様の見直し、こういうことをやりながらですね、なるべくそれは一社応札はよろしくないわけでございますので、複数で競争していただけるような、そんな環境はこれからもしっかりと作ってまいりたいというふうに思います。川内宏君。ぜひですね、これは大変な政府全体で1兆3000億、厚労省だけでも年間3000億、このシステムにかかる予算を、私は加工費レートが最高額が時給で9125円、1日7万3000円と。月間では146万の1人当たりの人件費を計上する積算というのは、これ、国民の皆さんがというふうに思うと思うし、一社応札や随意契約が多いと、いろいろ理由はあると思います、理由はね。しかし、そこを乗り越えて、どう税金を有効に使っていくのかということに、傾注していただくことが必要ではないかというふうに、申し上げておきたいと思います。今日会計検査院さんにも来ていただいているんですけれども、過去10年間のですね、会計検査院の決算、検査によってですね、システムに関係する
指摘事項の件数、そしてまたその指摘金額がどのくらいになるかということを教えていただきたいと思います。宮内会計検査院事務総局次長。平成20年度から30年度までの11年間ということでお答えさせていただきたいと存じますが、システム関連の報告件数と金額ということでございます。システム関連と申しましても、厳密な定義があるわけではございませんので、システムに関連があると思われるものを広く集計いたしますと、件数は194件、指摘金額は合計約711億円となってございます。川内博史君。会計検査院が会計検査院が検査して、194件過去指摘11年間で指摘をし、その指摘金額は711億円だと、私これ氷山の一角だと思うんですよ。要するに法令に適合してないとかね、あるいは公正さを欠くとか、そういう事例ですよね。そうじゃなくて、もっと効率化ができるのではないかというのは、もっと膨大な金額になると思われるのでですね、そこはぜひデジタル庁の前にですね、きちんとしておくべきことではないかというふうに思います。で、続いて、本題である、ワクチン、予防接種法改正案について、聞かせていただきたいと思いますが、私ですね、今までずっと議論があるんですけども、今年25日、9月25日ですね、この前、長妻先生の、質疑の時に出た参考資料でですね、脇田所長の発言が出ておりました。で、私、そこの子どものところに非常にちょっと着目してるんですけれども、国立感染症研の脇田所長が、新型コロナワクチンを子どもに接種することについて、今、アメリカでも小児に対しては、来年の秋まではおそらく打てないだろうということになっていると。というのは、今、臨床試験をやっているが、ほとんど大人が対象ということで、子ども向けの臨床試験をやっていないので、小児に対して接種はなかなか難しいということが言われていると発言をされました。この脇田所長の発言、コロナワクチンを子どもに接種することについて、私は慎重、非常に慎重であるべきだというふうに思いますが、大臣の見解を教えていただきたいと思います。田村厚生労働大臣。小児に向けて、接種を行う場合には、当然ワクチンのですね、接種範囲に、それが小児が適用してなければならないわけでありまして、今はまだ承認申請も出てきておりませんので、これに関してですね、余談を持って私が今お答えするわけにはいかないということであります。いずれにいたしましても、有効性安全性しっかりと確認しながら、誰に打つにいたしましてもですね、対応していかなきゃならないというふうに思っております。川内博史君。今予断を持って答えられないということなんですが、答えられることをじゃあお聞きしようと思うんですが、仮にですね、子どもにワクチンを接種するようなことが あると、子どもに対しても有効性安全性が確認されたワクチンですよということで、子どもに対してもワクチンを接種しましょうねということになったとしてもですね、これは予防接種法上原則になっている、あくまでも個別接種、間違っても学校で集団接種をするようなことがあってはならないと、個別接種であるということで、よろしいかということを教えていただきたいと思います。田村厚生労働大臣。集団接種といいますか、学校での集団接種というのは今まだ想定はしていないということでございます。いずれにいたしましてもですね、まだ今その子どもに打つかどうかということも含めて、ワクチン自身、承認申請来てませんので、どのような特性があるのかというもの、それから有効性安全性というものを確認した上で、これ確認できれば接種をしていくということでございますので、それではご理解をいただきたいというふうに思います。
川内博史君。確認なんですけども、集団接種は想定していないと、まあ、予防接種法上は個別接種が原則ですから、個別接種であると、子どもたちに対しても個別接種であるという理解でよろしいですよね。田村厚生労働大臣。何をもって集団接種というのかっていうのは難しいんですが、午前中もご説明させていただきました。そのワクチンのですね、まあ、特性といいますか性質上ですね、例えばまあ、超低温で、保管流通しなきゃいけないというものがあって、それを長期間保管をすることが難しい。これは分かりません。まだ今開発されているワクチンがどういう性質のものか分かりませんから、今何かを想定していってるわけじゃありませんが、しかしそうなった場合に例えば医療機関以外の場所、そういう場所を確保してそこで一定の人数を接種するということが起こるわけでありますね。でそれは もちろんあくまでも自発的であります。強制的に集めてそこで接種するということはこれはありません。ただ多くの方々が集まってそこで自発的に、まあ、接種をされる中においてですね、安全性というかその感染予防もしっかりやりながらそこで効率的に接種をしていただくということは、それは想定しておりますので、そういうことであるならば我々としては検討をしているうちの一つであるというふうにご理解いただければありがたいと思います。川内博史君。学校での集団接種というものがですね、1994年 の予防接種法の改正前はですね行われていたわけで、そういうことはしないよと、あくまでも学校ってまあ同調圧力が働きやすい、特別権力関係に支配されている場所ですから、そういう場所での集団接種はしないんだと、個別接種が基本だよと、予防接種法上の原則をですね、個別接種が基本なんだということでよろしいかということを聞いてるんですけど。田村厚生労働大臣。今の委員の話だと接種義務があった頃のお話だと思いますので、今接種義務ではございませんので、それとは違う形態だというふうにご理解いただいて結構であります。川内博史君。心配だなとまあだから接種義務はないけど学校でやればそれは同調圧力が働くのでですね、ほぼ接種義務になって義務のようなものになってしまうのでですね、そういうことがないようにですね、個別接種が基本なんだと、要するにどういう形態であろうと一人一人の自発的な意思というものがしっかり確認、されなければならないんだよということでよろしいかということを聞いてるんですけど田村厚生労働大臣。形上努力義務というものを一応かけておりますが、委員おっしゃられる通り、個人個人がその有効性安全性を判断していただいて、ご判断打つか打たないかを決めていただくものであるということは、これは間違いございません。川内博史君。それから次に行きますが、配布資料の3ページ目はですね、今年10月2日のワクチン分科会の資料ですけれども、ワクチンには感染予防、発症予防、重症化予防とあると。で、報道されているファイザー社のワクチンというのは発症予防ワクチンということで、よろしいんでしょうか。鎌田医薬生活衛生局長。お答え申し上げます。開発中のワクチンにつきましてはですね、申し訳ございませんがお答えはさせていただきます。川内博史君。具体の開発中のワクチンについては答えないもんということですが、それでは頭の体操でですねお聞きしますが、発症予防ワクチンなるものがですね安全で有効である場合、ワクチンを接種された人が発症予防ですから感染はするんでしょうから、感染しても発症しない場合、要するに無症状感染者になっている場合、この人に感染力はあるのかないのか、ワクチンに感染力をなくすあるいは弱める効果はあるのかということを教えてください。
正林健康局長。発症予防効果のあるワクチンが、まあ、コロナウイルスの感染力を弱められるかどうかというのは承知しておりません。川内博君。なんて言った承知しておりません。ちょっと正確にもう一度答弁お願いいたします。正林観光局長。発症予防効果のあるワクチンがコロナウイルスの感染力を弱められるかどうか、弱められるかについては承知はしておりません。川内博君。いや、だから結局ね、こういうことだと思うんですよ。やっぱり発症予防ワクチンなるものは、これ僕が言ってんじゃないですよ。厚労省の資料に発症予防ワクチンって書いてあるんだから。この発症予防ワクチンは発症予防するだけで、結局無症状感染者になりますと。で、感染力は分かりませんということで、大丈夫ですかみたいな話だということを申し上げておきたいというふうに思いますが、で、現在モデルナ社が開発中のワクチンについて、お聞きしますが、このモデルナ社のワクチンについてですね、契約の当事者は誰なのかと、契約したということですけれども、契約の当事者は誰ですかということを教えてください。田村厚生労働大臣。契約の当事者っていうのは、いや、契約した どちら側ですか。いや、誰と誰が契約したのってこと。ちょっと正林健康局長。すみません、相手側。両方。基本合意の方は、いや、モデルナ社ですよ。モデルナ社ですか。うん、モデルナ社は海外子会社と正式契約を締結しています。こちら側は厚生労働省です。川内博君。モデルナ社のが開発中のワクチンについての契約は、武田薬品も契約の当事者でしょ。正林健康局長。はい、武田も契約の相手であります。川内博君。なんで1回目にちゃんと答えないんですか。武田薬品もだから私、契約の当事者教えてくださいって言ってるわけで、なんで武田薬品も契約の当事者だって1回目に言わないんですか。で、契約してるわけですけど、契約金額は言わないということですが、一部でももう支払ったんですか。正林健康局長。契約の内容に関わることなので申し上げることができません。川内博君。一部でも払ったかどうかも言わないと。じゃあ政府から直接払うのか、それとも誰かを通じて払うのか、それを教えてください。はい、速記を止めてください。ちょっと整理の時間ください。正林健康局長。基金管理団体である一般社団法人新薬未承認薬等研究開発支援センターであります。川内博君。
この一般社団法人新薬未承認薬研究開発支援センターを通じてお金を払うということになっておるということでございますけれどもですね、これ公募をして団体を選んだんですよね。公募に応じてきたのはこの、センター一社であるということでよろしいですね。塩林健康局長。はい、このセンターを決めるにあたっては公募しております。塩林健康局長。一社です。川内博史君。それでですね、この基金管理団体を選ぶときの公募要領をいただいてですね、拝見をいたしますと、基金管理団体の業務は新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金交付要項およびワクチン生産体制等緊急整備にかかる基金の管理運営要領に規定する業務としますと、こう書いてあるんですね。この2つの交付要項と運営要領に基づいた業務だよというのが公募要領 で、公募の期間は6月12日から6月29日までです。6月29日まで。で、じゃあこの公募要領で2つの今文章申し上げましたけど、文書に基づいて公募書類を作らなきゃいけないと思うんですけど、この管理運営要領の発出された日付がですね、公募の終了日の6月29日なんですよ。公募の一番最後の日に管理運営要領が出てきて、で交付要項はですね、さらにその次の日なんですよ、6月30日なんですよ。2つの文書に基づいて公募してねって委員長書いてあるんですよ、公募要領に。2つの文書にも、だからその2つの文書は1つは公募の最終日、1つは公募が終わってから出てるんですよ。どうやってこれ公募できるんですか、この団体は。速記を止めてください。
速記を起こしてください。正林健康局長。6月12日の段階で公募要領というのを出して公募しています。そこには概要は、基金団体が行う概要は書いてありますので、一応公募、応募することはできると考えています。川内博史君。まあ、公募要領に大体のことは書いてあるので、その公募要領に、載せている2つの文書に基づいて、業務の実施、をしてもらうので、応募してきてねという、この2つの文書は別に、公募の期限とは関係ないんだというご答弁なんですね。正林健康局長。公募要領に、基金の設置および管理、助成金の交付、会計処理等の業務を適切に実施できる能力を有する団体であることと記載がありますので、これをもって応募することは可能だと考えております。川内博史君。まあ、非常に厳しいというか苦しいご答弁だなというふうに思うんですが、この新薬、未承認薬開発支援センターですね、設立時の定款をいただきました。この設立時の定款にはですね、設立時社員というお会社がですね、会社がずらずらっとこう並んでるんですけども、その中にですね、この武田薬品も入ってますよね。正林健康局長。入っております。川内博史君。まあ、結局モデルナ社が契約した相手方、日本政府が契約した、厚生労働省が契約した相手方であるモデルナ社並びに武田薬品、その武田薬品さんがこの支援センターの社員でもあると、そして自分で自分にお金払うということになっていると、そういう契約をしたと。でその団体、まあ、その団体に仕事させるためにですね、まあ、29日に、管理要領を出し、30日にもう公募期間が過ぎてから交付要項を出したと、こう言われても仕方ないんじゃないかと。でさらにこれ私は不思議だなと思うのは、この新薬未承認薬研究開発支援センターを通じてですね、約900億さまざまな会社にですね、このコロナワクチンの開発に関するさまざまな支援をしていらっしゃるわけですが、このセンターの設立時社員である第一三共さんとかですね、あるいは武田薬品さんとか、こう補助金を出しているわけですね。これは完全な利益相反なんじゃないんですか。この支援センターが審査して補助金つけるわけですから、完全な利益相反だと思うんですけど、どう思われます。田村厚生労働大臣。まあ、基金管理団体ということでですね、お入りをいただきました。で今そのワクチン生産体制緊急整備事業の採択という意味からしますと、これは政府の重要な政策でありますので、まあ厚生労働省において公募した上で専門家、これ評価委員会を設置いたしておりまして、この評価委員会のメンバーでですね、これはまあ総合的な評価を行っていただいたということでございますので、ここの基金管理団体、今言われた支援センターですか、ここが決定したわけではないということはご理解いただきたいと思います。川内博史君。ただこの大臣ね、この支援センターが審査するんですよ。で評価委員会の先生方はその審査を評価するだけであってね、やっぱり審査するんです、ここが支援センターが。でその評価委員会の学者の先生方にもですね、利益相反の先生が
いますよね。武田薬品さん等から資金援助を受けている、学者の先生が評価委員会に入ってますよね。ください。速記を起こしてください。正林健康局長。専門家による評価委員会で審査をしておりますが、評価委員の方々の利益相反については今手元に資料がないのでここで申し述べることはできません。川内博史君。調べていただいてですねお答えいただきたいと思いますが、いや私ワクチンの開発についてね難癖つけてるわけじゃないんですよ。素晴らしい有効な安全なみんながこのコロナ禍を乗り越えられる、ね、ワクチンができればいいなと私もすごく強く思ってます。だけどもそのこととこのいろんな各種の手続きがですね、いいんじゃないのみたいな形で進むことは全然別問題だと、そこがきちっとやっぱり行政としての信頼を国民に受けられるようにしなければならないし、商売さんね、さっき公募要領大体読んでれば公募はできますからと、2つの文書知らなくても大丈夫ですよとこうご答弁になられたんですけど、公募要領をちょっと見ましたらね、7、業務の実施についてというところでですね、採択後必要な手続きを経た上で上記2に従い速やかな基金造成及び業務を行っていただきます。なお事業の実施にかかる業務に要する経費については管理運営要領に定める通りですって書いてあってですね、やっぱり管理運営要領がないとどのくらいお金かかりますよっていう計画が作れないということなので、やっぱさっきの答弁はちょっと無理があるんじゃないのと言わざるを得ないと思うんですけどね。やっぱそもそもすいませんと、もともとここに仕事してもらう予定だったんですわと、そういうことでしょ。正林健康局長、一般公募をしておりますので、決め打ちで公募したわけではありません。川内博史君。決め打ちで公募したわけではありませんって、そんなドヤ顔で答えるようなことじゃないと思いますよ。私は非常にね恥ずかしくね答えるならねまだね私そうなのと思いますけどね。今のね答弁は私は到底納得できないというか、この事務処理のこの粗雑さというか不透明さというものはですね、ちょっとこのワクチン開発のこととは別にですね、この採決までの間ですね、これ徹底的にやっぱりクリアにして国民のすべて税金に負担になっていくことですからね、1円でもお金が安くなるようにしていくことが、これ与党の先生方も含めてみんなの役目だというふうに思うのでですね、ちょっとまたいろいろ教えてくださいよ。はい、じゃあ終わります。次に西村千奈美さん。